今回は松尾鈴木を大解剖するという、うん、恥ずかしい、ね、漫画も描いてたし芝居も作ってたからキャラクターってものに興味があるんですよね。このキャラクターどんな物語背負ってるだろうって思わせるものを描きたい。松尾さんの頭の中が解放されてる感じがしますね、うんうん、今回のスペシャルゲストは大人計画主催の松尾鈴木さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。松尾鈴木さんです。1988年に大人計画を旗揚げし、主催として作・演出・出演を務められているほか、小説家・脚本家・映画監督・俳優など多彩な活動を展開され、現在では文化村シアターコクーン芸術監督、京都芸術大学舞台芸術研究センター教授を兼任していらっしゃいます。大学時代からポップアートに触れ、アート作品の制作に没頭された一方、赤塚不二夫先生に師匠しギャグ漫画を描き続けていらっしゃり、現在でも演出されている一部の舞台では美術やイラストをご担当されていらっしゃいます。松尾さんとは、まあもちろん松尾さんの舞台にも出させていただいてますし、はいはい、まあ、ドラマだったり映画だったり、うん、いろんなところでご一緒させていただいているんですが、はい、まあ、せっかく来ていただいたということで、うん、今回は松尾鈴木を大解剖するという、うん、コーナーにしようっていうことになってます、はい、恥ずかしい、ね、そんなことしてくれるのかなって思ってるんですけど、うん、それこそ今プロフィールにあったように、もともとイラストというか漫画を描いてらっしゃったっていうのは僕も知ってたんですけど。そうですね、もう物心ついた時からいろんな怪獣の顔とかそんなものをね、いろんなところに描きつけてる描きで、だからまあ将来漫画家か絵描きになるっていうふうにみんな思ってた、うん、あ、みんな思ってた、周りの人たち、周りのそこから始まったけれども、うん、漫画家にはならず。そうですね、その高校の時とか少年ジャンプとかにね応募したりしてたんですよ、はい、全然採用されなくて、でまあもう美大入るしかないなと思って、うんうん、でも高校が美術課程がない高校だったんですよ。それ入ってから気がついて、はい、だからどうやって入っていいか分かんなくてえ、でも入ったんですよね、うん、一応推薦枠っていうのがあったんだけど、はい、落ちて、あ、はい、基礎やってなかったから。あ、なるほど、うん、推薦で落ちるってやっぱりよっぽどのことだったらしくて、はい、それでもうやばいと思って、まあ、町 の, あの本屋行って、あのデッサンのやり方っていうのを知りながら、あ、こうやるのか、やり方全然間違ってて、はい、それで入ったような形だから、大学入ってももうなんか最初からスタート地点が他の人と違うんで、うん、あ、でもじゃあ結果入られたんですね。入ったは入った、うん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 、でもやっぱ何やっても下手だなっていうコンプレックスがあって、うん、それでこう1年ぐらい悶々としてる中で演劇研究会っていうのがあることに気がついて、うん、でそれ見に行ったら、その公演、新人公演みたいなやつがすごい面白くて、はい、まあ、塚康平さんのやつをやってたんだけど、うん、自分が考えていた演劇とは全然違う、もうそれまで田舎の学生だったから、あ、こういう世界あるんだと思って、それから演劇のことを知ることになるって感じですね。なるほど、うん、松尾さんが塚さんから始まってるっていうのもびっくりしました今。知らなかったです。あ、そうですね、はい、うん、だから最初の頃は塚さん面白かったから、うん、塚さんの出されたエッセイとか、はい、まあ、戯曲とかそういうのいっぱい読み込んでましたね。へ、結構、まあ、言い方はあれですけど、まあ、ギャグというか、うん、まあ、そういうことを盛り込みながら、うん、まあ、だから僕最初大人計画というものを見たときに、うん、もうゲラ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 笑って、何だったのかさっぱり分からないまま最初終わったっていう感じがあったんですよ最初ね、うん、でもなんかこれは違うんじゃないかと思って見方が、うんうんうん、一回笑わずに見ようと思ったんですよ、うん、ちゃんと物語を見ようと思って、うん、なんかそれを意識したらすっごい感動して、だから言いたいのは、なんかこう塚さんみたいにバーンってこう直球でこう押し込んでいくという作風よりも、なんかこうその美しい物語をなんかギャグだったりだとかシュールな方向に転換してちょっとずらすというか、なんかそういうこうスタンスがすごく僕は印象的ではあったんですけど、まあ、出発は塚さんだったんだけど、うんうん、結構その後別役さんとか野田さんとか、まあ、渡辺恵里子さんとか一通りその当時有名だった方の
戯曲を、まあ、読み込んで、はい、まあ、自分の中で消化していって、自分の進み道はこっちだなみたいな風にだんだん決まってたんです。で、まあ、劇団を立ち上げられて、作演出もちろん出演もするし、うん、そして映画も撮るし、うん、小説も出していて、うん、まあ、もちろんエッセイとかも書かれてて、うん、でまあ、今回絵も書かれてっていう、全部それは意図してこう展開されていったのか、それともなんか出会いというかそういう流れだったのか。初めはね、本気で漫画家目指してたから、うん、その演劇知った後も、演劇じゃもちろん食べれないと思って、九州だったし、うんうん、それで一回東京に出てきて、まあ、あの会社員になるんだけど、うん、それもちょっと長続きしなくて、それで 俺ね、持ち込みを始めたんですよ、漫画の、漫画の、うんうん、編集、そう、もう4コマ漫画とか、うん、まあ、ありとあらゆる漫画を書いてたんだけど、はいはい、何やってもやっぱり採用されないからどうしようと思って、25歳ぐらいの時だったんだけど、それで学生の時に演劇やってたことが唯一、まあ、そこでちゃんとお客さんを笑わせられてたってことが唯一の成功体験だったんで、最後の最後にそれにすがりついて、ダメだったら、もう田舎に帰るかどうかしようみたいな、それぐらいの捨て鉢な気分で26歳の時に大人計画旗揚げして、まあそっからだからね、いろんなこと混じってるんですよね。漫画家の夢だったりとか、あとは始めた頃はぬくみずっていうのがいて、2人でコントやってて、うん、そのままこうお笑いをやるのもありなのかなとか実際ね、ぬくみずとあのバラエティーとか出てたんですけど、まあ2人とも喋れないから平場が無理だなと思って、テレビはすぐに撤退したんですけど、結構それもね、学祭呼ばれるぐらい人気があって、あ、そのコンビが、そうそうそう、見たい、見たいです、ぬくみずさんと、そうなんですね、見たい、見たい、強烈だよね、今考えると、ね、いやー、そうですね、 みんなあんま知らないんじゃないですかね、今ぬくみずさんがその元々大人計画にいらっしゃったっていう、ね、そうね、うん、進んでこういったわけじゃなくて、流されて流されて今あるみたいな感じなんだよね。うん、なるほど。でも流されて流されて、それで全てに結果を残されていってるっていうのが、まあ僕はびっくりですけど、ね、だからなんかこう形式は異なれど、なんかこう表現したいというか、何かあのこういったものをやりたいから、まあ、形式は問わず、あるいは違う形式でもっていうような、なんか根底にあるみたいな、そういうことなんですか、ね、そうですね、いまだにね、自分が最終的に何をやりたいのかよくわからないで、多分その途中をずっと続けていってるんだろうなっていう気はします。まあ、それ演劇であったり、まあ、小説であったり、映画であったり、まあ、今回は絵ですけど、まあ、いろんなその方法を取りながら、まあ、自分の表現したいことをずっと模索されてるっていう。そうだね、まあ、森山君だってね、役者をやったりこうダンスをやったりっていう、求めていってるのか流されていってるのか俺は分からないけど、でもまあ欲のままに動いてるっていうまあまあそう言われてしまう、そうだ、そうですね、ことだと思うけどね、はい、僕もだからなんでまた絵を始めたかっていうと、コロナ禍になって何にも身動きが取れなくなった時に、昔自分が描きかけてた絵があって、まあそれはあの映像作品のある美術セットの中に、ちょっと美術が寂しいっていうんで、そこに絵を飾ろうって時に自分で描いてみようと思って、その20年前ぐらいの話だけど、ちょっと描きかけた絵があったんですよ。それをこう引っ張り出して、結構でかいキャンバスだからもったいないなと思って、暇だし、なんか上から白く塗って描き込んじゃえみたいな、うん、で描いてたらなんか止まんなくなっちゃって、うん、暇だったしねそれで久しぶりだから筆の取り方とかあんまりよく覚えてなくて、そしたら今 YouTube とか Instagram でもうすごい書き方を教えてくれるあの人がいるわけよ、うん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 、そういう人たち の映像を見ながら、あ、そうだそうだ、最初に下絵を描くと前に色をつけといた方が全体に下地を塗ってた方がいいんだとか、そういうことを思い出してきて、うんうん、だからもう今知らない方が先生ですよ知らない方を師と仰いで絵を描いてます。ちょっともうせっかくなので、じゃあここで作品をちょっと見させていただけたらなと思うんですけど、うん、すね、これは
何ですか何ですかねどういうイメージでこれがその改めて描き始めた最初の作品になるんですか。へえ。この絵の下にはもっと変な絵が20年前の何かが埋まってるんですね、うん、これはどういう作品かってちょっと説明いただいてもいいですか。お伺いしたい。めちゃくちゃ恥ずかしいんですけど雲を描くのが好きで、よく舞台美術とかに自分で雲を描き込んだりしてて、うん、それでなんか雲のある絵を描きたいなと思った時に、雲を発生させてる生き物がいたら面白いなと思って、煙が出るからには火があった方がいいだろうみたいな、そういう後追いでなんか夢見てるみたいな、感じとしか言いようがないですけど。まあ、この頭から火吹いてる人のモチーフは他にもいろいろ書いてはいるんですけど、コロナ禍でね、はい、結構家の中にずっといるんで、ちょっとなんか解放されたいみたいなね。ああ、そっか、外をあえてこう書くというか、まあ鬱憤もあるしね。かたやそちらはちょっとこう和風というか。そうなんですよ、今年になっていろいろ暇ができたんでギャラリーをよく回ってるんですけど、そういう時に日本画ってやっぱりいいんだなと思って、で、まあ、古い日本画を模写したりしてるうちにこれ、まあ、コラージュしていって、で虎の顔を描こうとしたら失敗したんで爆発させたりそれだけの話なんですけど絵の世界だからこそやってみたいことみたいなのもあるんですか。漫画も描いてたし芝居も作ってたからキャラクターってものに興味があるんですよね。だからこのキャラクターどんな物語背負ってるだろうって思わせるものを描きたい。だから風景画ってものに一切興味がないです。なるほど。これ結構大きい完璧ペン画ですよね。これはペンですね。いろんなものが融合されている。松尾さんの頭の中が解放されてる感じがしますね。これはもう おじいさんの顔を描き始めたところからもう全部フリーハンドでやってるんですけど。ジャンプに応募してたっていうのはもっとね、なんかあの青年誌というかねまあでもね、そういう絵も描けるちゃ。あ、なるほどなるほど、失礼しました。いやでもこれでね、物語展開してたら面白そうだ。やばい、ね、濃いですね、だいぶ。基本はその漫画的なものをアートとして見せたいなっていうのはありますね。松尾さんの中でアートってどういう解釈というか定義づけみたいなありますか。やっぱりエンターテインメントとはちょっとだけ一線を画すのかなっていう気はしますよね。ただ自分の芝居がエンタメなのかアートなのかって言われるとすごく微妙で、エンタメってこう偶数で割り切れる世界だと思うんですけど、計算してただ自分の作品ってどうしても割り切れないんですよね。わかります。割り切れたら俺もテレビドラマとか描けるのかもしれないけどどうも描けないんですよね。そこの割り切れない最後の因数分解できないところがアートなのかなっていう気はしますけどね。なるほど。自分でもなんか説明できない熱、エネルギーというか、まあ、そういうものかなと思いますけどね。同じアートでも俺モダンアートってあんまりよく分かんなくて、コンセプチュアルなもの、はいはい、何かを表現するためにアートがあるっていう風な解釈が、ね、あんまりできないんだよね。描きたいっていう欲望のままに描いてる人が好きかな。まあ、余談ですけど、さっき横尾忠則さんとちょっとお会いしてお話ししてきたんですけど、さっき、はい、これの今日の午前中が横尾さんにインタビュー。おー、元気だった。めちゃくちゃ元気でした。あ、よかった。今話されてることとかその絵に対しての考え方とか、結構僕今共通点がすごい多いなって感じがしてました。でもすごい影響されてますね。あ、そうなんですね。ちょうど僕が美大に入った年に横尾さんがファインアート宣言をされたのよ。だからそれまではグラフィックデザイナーとして認識してた方が急に、ね、油絵みたいなのを描き始めて、それがもうまためちゃくちゃ自由な感じの、
それ大好きだなって思って、話つながっちゃった、ね、すごいな、完璧に今つながってて私たち今びっくりしてます。本当、だからドンピシャの世代なのよ。ちょうど18ぐらいの時に出会ってるから。そうですね、43年前ですもん。それがまだ第一線でね、100枚とか書いてんだから。そうなんです、まさに。この間だからその寒山百徳ってのを見に行ったのよ。ああ、うん、もうご覧になったんですね。見た、はいはい、ものすごいエネルギー、すごいですよね。ああいうのを見るとちょっと勇気が出るというかね。僕もあのどんどん年とともにセリフが覚えられなくなってそれなんかもう15年前ぐらいかずっと言ってる感じするんですけど全然健在っていうか本当新仮面ライダーのセリフとかね、もう自分でも何言ってるか分かんないのよく喋れてるなと思って。新仮面ライダーってちょっとアートのような気がして、うん、壮大なる実験映画って感じがしますよね、だからあれもまあその情熱じゃないですか、訴えたいことっていうのは別に安野さんとかないような気がしてて、うちなるものがもうあの自由に止めどもなく流れ出している状態っていうのが、エンタメとはまたちょっと一線を引くような感じじゃない。そうですね、横尾さんももちろんグラフィックデザインをやってるからエンタメのことはすごい分かってらっしゃる方だと思うし、はい、だから それを踏まえて自分の中のドラマチックなものをただそこに表出させて、俺たちはただそれを呆然と見るばかりみたいな、そういうのがいいよねって思います。例えばその安野さんとか、まあ、横尾さんもそうだと思うんですけど、なんかこうもう自分の中のなんていうかコアの部分が止めどもなくこう溢れ出すみたいな、言いたいことはなんかずっと一つな感じがあったりするじゃないですか、そういう意味ではそのなんていうのかな、この松尾さんの絵の中、あるいはまあもう全てをひっくるめてもいいんですけど、その映画監督として演出家として劇作家として小説家として、もしそのコアというものを今言えるのだとするとどういうものになるんですかね。笑いが好きだっていうのは一貫してあるし、まあどっかでちょっと笑わそうとは してるわけですよね、はい、ただきっと笑いだけでやってたらそれは芸人なりギャグ漫画家になればいい話であって、そうはならない部分が自分の中にある。その解決しがたい割り切れなさというか、それを探求していくということなのかなとか思いますけどね。だから絵もね、だから一点で見てほしくないのよ。全体で通したら何かが浮かび上がってくるっていうものを今やろうとしてて、ね、その個展っていつからになるんですか。12月8日です。12月8日青山のスパイラルホールっていう、はい、あの分不相応な、いやそんなことないでしょ。いやもうちょっとねビビってるんですよねもうじゃあ今絶賛準備中ですね。絵だけじゃちょっとね心もとないんで、はい、ケラさんとか片桐はいりさんとかとトークショーを入れたり、あの昔の作品を上映したりもしようと思ってスパイラルにしたんだけど、まあ、それをスパイラル借りたがゆえにあのでっかいから、それを埋めなきゃいけないっていう、自分で自分の首を絞める何作ぐらい作る予定なんですか。今あの色ついたのが40点ぐらいで、モノクロームのやつが40点ぐらいだから100は行きたいなと思ってて。うわ、すごい数。なるほど。いや100ないとね埋まんないの。そうでしたっけ。埋まんない埋まんない、展覧会のタイトル自体は芸術ポポポイちなみにそのタイトルに込めた思いというのは。そうね聞きますかそれせっかくなんで。いや最初ね芸術ホイホイにしようかなと思ってたんだけど、カミさんからそれでゴキブリホイホイみたいな、そうですね、なんか引き寄せてくる、よくないなって最終的にポポポイになったっていう、まあ、なるべくハードルをね下げたいという思いです、でももう中に入ったら結構ド直球で書かれてらっしゃいますからね。いやちょっと皆さん12月8日ですね、スパイラル、本当に楽しみにしていただければと思うんですけど、お願いします。はい、そろそろお時間となってしまいました、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございます、はい、というわけで本日のゲストは松尾鈴木さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました、はい。